どうもーダース・ベーダーでーすえー、この間こちらのデ・アゴスティーニのミレニアン・ファルコン号を紹介したんですけどもこちらの色を、えー、塗ってみました塗装をしました墨入れ塗装こんな感じあとで手元で見せたいと思うんですけど 炭、あのー、入れ塗装って言ってもそんなにね難しい作業じゃなくても10分ぐらいで塗装作業ができちゃうような感じですね,あのねディテールがねすごく細かいんで簡単にね炭入れするだけでもクオリティが格段にアップしますねはいこれね、あのー、やり方とかね後で説明したいと思います あとついでにねこっちの X ウィングとかも塗装しました。これは別な商品なんですけど。はい、はい。じゃあ、あのー、手元でね、あのー、写しながら塗装の手順とか塗料を何に使えばいいかとか説明していきますんでどうぞご覧ください。 では、ミレニアムファルコンの塗り方について解説していきたいと思います。はい、こちら、仕上がりなんですけど、こんな感じですね。結構ね、いい感じに塗れてるかなと思いますけど、こういう。やっぱりね、モールドがね、すごく細かいし、うん、彫りが深いんで、こう、墨入れ塗料がね、溜まりやすいんですよね。いい感じに。 このね、すごいね、モールドがくっきり浮き上がってくるんですね。いや、これめっちゃいいっすね。うん。いい感じに汚れたかなと思います。もっと汚してもいいぐらいですけどね、劇中の感じだと。うん。まあ、僕はほどほどって感じですかね。裏もこういう感じ。で、これどうやって、 塗っったかっていうと、これすごい簡単なんですよ。本当に10分ぐらいしかかかんないんですけどこれですねこれ下デるカラーのナルンオイルっていう塗料なんですけどこれ水みたいなんですよねシャバシャバしてるこれをこの適当な筆これ100均かなんかで買ったような筆だと思うんですけどこれですくい取ってこうシャバシャバシャバーって塗っていくだけですね もうとにかくひたすら全体に塗りつけていくだけです。それだけでもう簡単に出来上がります。まずね、あれですね。あっと、ちょっと取れねえな。あのね、この裏側、最初にこの裏側を塗って、うん。で、あとこの側面をバシャバシャバシャ。このね、塗りづらいとこを先に塗っていく。 パパパシシシャャャって塗ってて塗いくわけですねで最後に上上が目立つから上はもう本当に気をつけてこう均一に塗っていくっていう感じですかねでまあ塗料がねたあんまりたまりたまってるとかあったらちょっと拭いてあげるとかうんっていう感じですねであとは放置しておけば乾くとねこんな感じに溝に墨入れ塗料が染み込んでいい感じになるわけですね で、あとここですねここはちょっと汚しましたねうんあのドライブラシっていうんですけどねこういうこっちは普通の塗料なんですけどこの普通の塗料を筆にとってこうすごいねこう拭き取ってでかあのー、拭き取ってこう塗るとかすれた感じでねすすけた感じで塗れるわけですねはいこれで完成ですね で、あのこの下でるカラーのナルンオイルなんですけど、ちょっとお高いんですよね。1000円ぐらいするのかな今いくらなんだろう。ヨドバシで送料無料で買えます。でね、1000円ってちょっと高いなーって気もするけど、これいろいろ使えるんですよね。まあ、例えばこれね、あのエフトイズのスター XWing。あの X これも一緒に売ったんですけど、これもね、 いい感じに汚れれましたよねこれもめちょっとね彫りが浅いこれはディテールが浅いからねそこまで墨入れと量が行き渡ってはいないんですけどまあなかなかいい感じですかねうんこういうのとかも使えるしあとあのね全然関係ないんですけどこういう怪獣とかもねこういうナルーンオイルでこうバシャバシャバシャって塗るだけでこういうところね墨入れになってかっこよくなるんですよ このね、この怪獣もね、もっと、もとはもと、もとはのっぺりしてるんですよ、これ。色が全然、つい、あの緑とこの茶色だけで。これね、ナルーンオイルをこうバシャバシャって塗ることによってこう、この鱗がね、浮き上がってきて、牙が浮き上がってきたりして、すごく便利なんですよ。でもちろんね、あのー、このね、シリーズ、あのー、スターシップ ビーククルコレクション、これ集める人は多分ねこの同じパターンになると思うんですよ多分この墨入れはされてないと思うんですよね今後出てくるやつもだからこれ持ってたらうん便利だと思いますはい他のやつもね塗ってあげればね、はい、かっこよくなるんじゃないでしょうか でねこれちょっと高すぎるよっていう場合は例えばこのファレホっていうんですけどこれ手に入るんだったらこれを水で薄めてる人もいましたねうんどのぐらいうまくいくかわかんないですけど僕はやったことないんで僕はねこっちのねナルーンオイルがおすすめですで1点気をつけてほしいのはあの塗ってる最中にこれを倒さないことですね これよく倒してドバドバーって出ちゃう人がいるんで、このね、下になんか貼り付けた方がいいかもしれない。板みたいなの。点灯防止用に。はい。そんなとこですかね。はい。めっちゃ簡単なんで、皆さんも試してください。 まったねー。